午前1時25分熊本県を中心とした最大震度震度6強の地震がありましたが先ほどの気象庁の会見で今回の地震が本震で14日の地震は先震だったと考えられると発表がありましたまた規模を示すマグニチュードは7.1から7.3に訂正されています